ちは。さて今回は女性2人で救急車をキャンピングカーに改造して旅をしているチキチキバンバンのお二人と一緒にキャンプをしたいと思いますよ。この日の千葉は春のうららかな天気にも恵まれ、キャンプ日和ですよ。まずは何はともあれチキチキバンバンさんといえば、この救急車を改造したというキャンピングカー、まずはこちらを見なければ話が始まりませんということで、キャンピングカーを見せてもらいましたよ。ちょっと猫に先入られたけどちょっと見せてもらってもいいですか。ぜひ見てください。ちょっとお前先入んなよ。わ、すごいな。ちょっと待って、これだってもともと救急車なの、普通の。これマジすごいな。これほんまマジでプロのやつやん、これ。全然だいぶよく見たらね、あらがめだつ。いやこれ素人の仕事じゃないよ。ちゃんとこんなタイルも貼ってさ、ちゃんとこんなもつけて。これがシンクなんや。取ってみる。じゃないかも。できる、別に普通普通。ありがとうございます。これすごいわ。これ鏡もちゃんと。あ、そうです、ね。ここは開けたら運転席に繋がるってこと？あ、そうです。雨の日は。へえ。上がってください。いいんですか？はい、これ靴脱ぐんやんな。あ、はい。はい。じゃあ。あ、そうです。うわ、すごい。ちょっとワイドにしよう。ちょっとすごいな、ほんまに。やっぱ女子。こういうのがちゃんとね。うわ、すごい。まあ、マジ女子の部屋やんこれ。そうですね。すごい。ちょっとこれね、あの皆さん、あのチキチキバンバンの方の動画を見てほしいんですけど、最初の方のね、あのほんまにただのほんまの普通の救急車なんですよ。これ全部ここにね、あのレールがとかあって、ね、あの救急のベッドが入るようなやつがあったりとか。いやこれマジすごいわ。ちょっとここ開けてもいい？おおおお、ちょっとこれすげえ。でこれで2人で寝るの、はい、ここに。あ、そうです、セミダブルなんで一応。うわ、ちょっと。でここプロジェクターついて、はい、ここにあの特殊スクリーンがあって。ちょっと待って、なんなん俺ほんまなんでこの人たちはこんなことができるんだろうってめっちゃ疑問やってんけど、ちょっと後でいっぱい聞くわ。作業動画とか見てたらさ、はい、ちょっともう素人の仕事とは思えへんから。いやでもほんと素人ですよ。いやだってこんな板もさ、うん、こんな色の違う感じの板を長さも変えて、うん、こうやって互い違いに色して貼ってるし、しかもずれてないしな。いやいや全然許容範囲でこれ。すごい。ここの三角窓はこれ何なの？あそこもともとあの救急車の赤い彩、あの赤い赤色灯がついていて、はいはいはい、そこがボコって出てたんですけど、あ、それをちょっと外したいなと思ってくり抜いて、あ、そういうことね、はい、いやちょっとちょっとこの下もね、荷物がパーっていっぱい入る。あ、ここあんまちょっと女子のゾーンなんであんまりちょっとあんまり見ませんけども。全然大丈夫です。え、大丈夫？はい。ここの棚、こんな棚までつけて、で、あ、下こんな、収納も結構たっぷりやな。え、ここの、これ外せんねや。あ、それ。わ。でもこの、これが問題のマットレスで。あ、はいはいはい、マットレスにお悩みということで。腰が痛くなっちゃうんだよ。うわあ、すごい。ああ、そうやって。うわ、すごい、これ。マジほんまに普通にプロの車屋さんのカスタムカーやで、これ。あ、そうなって。ちょっと今ここ工事中なんですけど。え、お姉さん、ほんでまさかここ引き出しのテーブルついてるんですか？いや、ちょっと待ってくれよ。これマジかよ、これ。めっちゃ研究しました、インスタとか見て。海外のインスタとか YouTube 見て。いや、それはまあ見たらいろいろあるけどでけへんで、これ。ネジとか入ってる。うわー、すごー。ここも開きます。すごー。
うわすごい、こうやって見たらこうベッドの高さ結構だいぶあんねんな。でもこんだけ高さとってもやっぱり天井高いからもう十分やもんな。あと実はこの辺もテーブルが、わテーブル、椅子、えっ50キロまでなんでちょっとあれですけど。やだ、かわいい。かわいい、ね、朝食とかここでコーヒーとか飲んで。優雅やん。でそのマットレスがちょっとお悩みということで、はい、うちのやつを買っていただきましたということで、はい、あの今日持ってきましたんで。ありがとうございます。はい。ちょっとこれが逆さ向いてますけど。めっちゃいい。実はあの、うん、前にキャンプ動画で話題にしていたイオシコーラ、うん、飲みました？まだ飲んでないです。まだ飲んでない。おお、じゃあ、あとでみんなで飲みましょう。お、やっと、わやった、バターさんが飲みたいって言ってたから、はいはいはい、ありがとうございます。いただきます。お疲れ様です。お願いします。うま、おいしい、うまい、おいしい、ちゃんとコーラ、うまい。二人はどういう友達なの？あ、もともと大学の同じ研究室の先輩と後輩って。ああ、そうなんや。はい、何系の研究の？あ、建築学科でした。ああ、そうか。アートにならない。だからか。いや、なんかほんまにあの救急車のキャンピングカー作ってる動画見てて、これなんか普通の女子2人のスキルじゃないぞと思って。いや、まあなんかで、なんかそういうのできる人に教えてもらいながらやってるにしても、それにしてもできすぎてるなと思って。でなんか最近なんか全部のあの家庭をさ早回しでやってる動画載ってたやんか、あれ見ててもなんかほんまに自分たちでやってるし、これなんやなんかおじさんとか探したんですか？いや、なんかこれ YouTube とかで見て勉強しただけでできんのかなとか思っててんけど、実際 YouTube を始めてから初めて工具も触りました。あ、そうなんや。じゃあ建築はもうなんかやっぱり図面引くとかそういう勉強ばっかだったんで。はいはいはい。天津風、高級感ある。どこからキャンプされるんですか？しないんですよ。あ、そうなんですか？そうなんですね。そもそも私が学生時代に一回留学して1年後に帰ってきたんですよ、うん、だからなんか同期であんまり仲いい人がもうみんな卒業しちゃっていなくなってて、はい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 、で結構研究室でポツンって感じだった時に一人だけグイグイ話しかけてくれる後輩だったから仲良くなったみたいなのがあって。あ、そういうことね、はい、はいはいはい。でなんか私が会社に入ってから、うん、あのマリコさんと、まあ、また仲良くなった時に、うん、なんか面白いこと一緒にしようよみたいな感じで誘ったんですけど、うん、マリコさんはいや私は学校の先生になりたいみたいな、うん、あの普通に会社に勤めてたけどでもやっぱ学校の先生になりたいから一回会社を辞めて勉強したいみたいなことで言ったんですよ、うん、でも私はそれはチャンスだと思って、うん、じゃあなんかその学校の先生になる勉強しつつなんか一緒に面白いことやろうみたいな感じで誘って、で YouTube を始めて。それが何年前？2年半3年ぐらいですかね。うん、間違えました。え、何が？なんか右手差しながら左手だって今ちょっと思ってました。実は僕ね、あの右と左分からない人なんですよ。さあ行きます。焼きます。じゃあこれで炭火で。え、で今は仕事を辞めてんの？もう仕事辞めてます。で始めた時は仕事2人ともしながら。いや、もうちょっと結構バカなんですけど2人とも仕事辞めてから始めました。しかも私先に辞めてました、うん、なんか遅すぎて辞めるの待ってました。え、それはもう何YouTuber になろうなのか、なんか旅に出ようなのか、どっちなの？元は
キャンピングカーを一緒に作ろうみたいな、もともとでもホステルをやりたくて、うんうん、海外向けのホテル、うんうん、安宿みたいなのやりたかったんですけど、タイミング的にちょっとこれから厳しそうみたいになって、うん、でも会社辞めちゃったしどうするみたいな、すごいな、なんかやろうみたいな、もう本当に、いや意味わかんないんですけど、いや聞いてください、私は辞めるつもりだったんですよ。ちょっと今のは下モ支店の話です、はいはいはい、マリコ支店の話で言うと、私は2019年の1月ぐらいにちょっと会社を辞めようかなと思って、なんか会社辞めてあの学校の先生になりたいなと思い始めたんですよ。そっちの道に行くために辞めようかなと思ったんですよ、はい、そうです、はいはい、で まだあの教員免許とか持ってなかったので、うん、その大学の通信の大学に通って、でまあ、2年後、うん、早くても2年後にしかなれないってなって、そうか、まあ、でも普通結構大学で教員免許取ってるからそれ使ってとかの人はいるけど、はい、一から取ろうと思ったよ。そうなんですよ、うんうん、ってなると2年必要で、うん、まあじゃあ2年後に学校の先生になるなら今の仕事続けててもあんまり意味ないし、まあ、英語の先生になりたかったので、うん、英語を使う、もうフリーターとかでいいからなんかホテルの受付とかで働こうかなと思って、うん、まあ、その話をしたんですよ、うん、私は会社辞めて学校の先生になる、うん、けど2年後にしかなれないから2年間はちょっとフリーターしようかなと思ってるみたいな、うん、たら、え、2年間暇なんみたいな、そんな言い方をしてそんな言い方をして、暇なんじゃないかな自由時間もあるよねぐらいずっと勉強してるわけじゃないじゃない、確かにね、はいはいはい、でもなんかそのじゃあ私も会社辞めるから2年間2人で何か面白いことやろうよって言ってはいはい、はい、2年の猶予があると、そうそう、はそんな始まりですね。じゃあ2年間やったら、はい、マリちゃんは学校の先生になろうと思ってたってこと、はい、そうなんですよ、当時はその本当に2年だけのつもりでやってたってこと、はいはい、そうですね。モデルも、まあ、スタートしだして、はい、ですぐあの救急車を買ったの。いや半年ぐらいあのハイエースを探してたんですよ、もともとなんですけどいい車が見つからなくて、うん、でまあ YouTube の勉強も兼ねて他の動画を撮りながら車を探すみたいな感じで半年ぐらいかかってたんですけど、うんうん、ほんであれを作ることなんねや。そうなんです、あれはもう本当にあの売ってくれた中古の車屋さんが、うん、ハイエース探してるって言ったのに、うん、なんか面白いのあるんでって言って持ってきてくれて出会いました。まあ、確かにね、救急車やったら高さもあるし中で立てるしとかはあるよね。そうなんです、私たちがハイエースに求めてた条件みたいなの全部満たしてたんで、うんうん、確かにね、これで良くないってなりました。ただでもそれでもほんまにちょっと一回あの皆さんあの最近の動画であのこのキャンピングカー救急車をキャンピングカーに仕上げるまでっていう動画がブワーって早回しで見れるやつが上がってるんでそれ見てほしいんですけど、ちょっとほんまにプロすぎて、それ言うたらさ、なんぼ建築学科で勉強はしてたとはいえやったことなかったわけでしょ。どうやってやんの最初そのなんかお手伝いしてくれるみたいに言ってくれる人がたくさん来てくださって、うん、で教えてもらいながら、うん、それはなんか プロの人みたいな、DIY 得意な人、まあ、DIY 得意な人、大変やったやろめっちゃ大変でした。 なのでもう2年かかっちゃったんで、ああ、へそっかそっか、もうそこで終わったんですよ、猶予期間。そうやなスタート できず ですね、一応学校の先生になるための教員免許は取りました。取れたんやろ、はい、ちゃんとしてんないいですよ、おいしそう、お腹すいた。そうか、じゃあ今までそうか3年やってるけど、そのうち2年はもうこれを作ることに費やしてんねや。そうですね、そうですね、はい、ほんでこれ完成したってなって、はい、どこに行ったの最初。最初北海道に50日間、はい、ほんで今で、そうですね、今その北海道の旅を経てなんかいろんな回収したいなって思う部分が出てきたので、ああ車をね、そうですね、今回収 DIY の期間です。あ、そういうこと、はい、やっぱキャンピングカーがやっぱ軸としてあんねんな。そうですね、ほんでまあ今関東にいてでまたどっか行くんや。そうですよね、春に九州に行きたいなと思って。九州に、はい、ほんでさ、
まあ、北海道行って次九州行ってってあっちこっち行ってそのあっちこっち行く以外のなんか目的はあのその先とかはノープラン見事なノープランまあまあでもキャンピングカーで旅するのがまあ目的やもんな主たるほなもういろいろあっちこっちとりあえず行ってみようみたいなそうですねうまい肉いただきますこれは美味しい最高ですいただきますうめえうまいそれなんかいつまでとか決めてんのまあ普通に2人とも結婚してて旦那さんもいて、うん、今後の人生プランどうするみたいな話をまあちょいちょいやってて、うんうん、で旦那さんが寛大というか50か旦那さすがに悲しい寂しがってましたまあでもそのぐらいの方がなんか喧嘩もせえへんでいいかもねなんかしばらく一緒にいてしばらく離れてるぐらいの方がなんか、うんうん、そうですねそれさあ旦那さんはなんかちょっと50日もどっか行くのやめてくれよとかならへんのいやもう全然なんか行ってらっしゃいって感じで、うん、あそうなんやもともと私はでも旦那さんに30日ぐらいって言ってたんで、うん、えらい伸びたなみたいなまあでもまあそっかそうやな2人がどっか行ってたらまた旦那さんも独身時代みたいに戻って、うん、そうです本当に気楽な感じで、うん、もう毎日ゲームしたそのまあそれはそれでありやな、うん、別に一生離れ離れなわけじゃないしね、うんうん、そのぐらいの方がなんか良くないですか、ね、ああ常に一緒にいるよりも、うん、割となんか週末婚の方がうまくいくとか言ったりするしねあんまりべったり一緒でも喧嘩とかもしたりするんかもな、うんまあ、俺独身やから全然わからないいいよここに豪快に行きますおー旅出てる間は毎晩電話してとかするいや全然全然全然私に限っても1週間に1回ぐらいしか LINE しないです LINE すら LINE すらしてえ今日ここ来てるよとか全然してなかったですへえごめん仲悪いわけ悪くない悪くない円満に行ってはんもしかして仲悪い円満ですね円満ちなみにちょっとあの見てる多分チキチキバンバンのチャンネルを見てる人はいろいろ気になってると思うんだけど何年ぐらいお付き合いをして結婚するもしも全然言える範囲内でいいんだけどとか出会いであるとかなるほどお結構グズグズしてきましたよ感じだ私の高校の友達の紹介で、うん、高校の友達が大学に行って出会った人とを紹介されましたじゃあ大学時代に出会ってるってこと？そうですね大学時代に出会いました。ほんで1回別れたりなんかしながら、はいまあ、何年か付き合ってそうですね結婚みたいな、はい、乗り戻してから多分1年ぐらいだったと思います。へえ。それ YouTube 始める前やんな？そうですね始める前です。それさ、はい、あの YouTube 始めて旅に行って YouTube、ま、そもそも始めんねんって、うん、なった時は、はい、2人の旦那さんはどういう反応やったの？楽しそうやん、おもろそうやんみたいな、やってみなよ関西人だよ、うん、同じ感じでした。あ、そうなんや。で、それでもさ、その YouTube 始めるっつってもその度合いがあるやん、なんかほんまに、ほんまに趣味的にもう、あの本当に限られた人にしか見られないチャンネルをするのか、割とがっつりどんどん視聴者を広げていこうとするのかみたいな。旦那さんはその辺分かってはったの？多分分かってたと思うんですけどね、うん、でも多分2年で辞めると思われてましたね。おやおやっていう感じで思ったより長いな、うん、ですね、まあ、でも今いい調子やしもっと頑張り続けるみたいな感じで。でも2人とも応援してくれてはんねや。そうですね、うん、へえ。でちもちゃんの出会いは何なの？私はあの
会社員時代の同期で。オフィスラブやん。オフィスラブやらせていただきました。はい、あ、そうか。辞めるときに付き合い始めたんです。辞めるときになんかその情報を聞きつけて、会社のスラックで連絡が来て、なんか今度ご飯行きませんかみたいな。あ、いい。かなの我々にはない世界。スラックで。スラックで。昼休み。トレンディードラマのやつやね。しかも結構奥手そうな彼なんですよ、そんなスラックでお誘いしそうになくて、これもうやめてもうたらもうチャンスないって思ったよな、なったらしいです。でもすぐ恋愛に発展した。そうですね、もうきっちり3回目のデートで告白されて。そうか、ええー、な会社のそのな、ね、いいですね。オフィスラブしたかったな。結婚は考えていらっしゃらない。聞いちゃって、考えてなくはないけど、これもみんなに聞かれるんだけど、考えてなくはないねんけど、じゃあ今すぐしたいとかは別にないかな。やっぱりなんだかんだ自由が奪われますもんね。そのちっぽけな自由を話せないのよ。どうしようもないんですけど、本当にもう面目ない。YouTuber おすすめ。YouTuber ね、確かにね。YouTuber、自由な YouTuber だって。でも勝手になんかアッキーさんとなんかラブみたいなの生まれてないのかなって思ってました。いやいやいや、それもアッキーに申し訳ないよ。全くないよ、そんなの。まるでそんな空気にならない。そうなんですか。まるでならん。そんなもん、アッキーも随分年下やし、そんなもん、そんなおっさんとそんなもん。あの人の恋愛とか興味あんのかな。そこ、美味しそう。じゃあいただきます。レシピってどこで知るんですか。え、適当よ、すごい。美味しそう。おい、えい、ありがとうございます。ごめんなさい。うまい。味大丈夫？はい、よかった。すごい。いただきます。いただきます。うん、おいしいですね。うん、うまい。炊いたんで、もう山ほどありますんで。ちょっと味がついてんのかが若干心配やねんけど、はい、いただきます。うん、入ってる。うん、あ、よかった。うん、あれ何だっけ。すごい、ちょみりん、え、醤油と、醤油と、だしつゆ。あ、だしつゆや。うん、うん、これ、この時間はこれであっさりしてる。あ、そう、最高ですね、めっちゃ美味しい。うん、うん、いいね。うん、うん、うん、うまい。うん、うん、ちょうどいいな。うん、味出る。うん、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 う